ミラノのマリーの宮殿の立面図。アレッシが描いた計画段階のもので、実際はやや異なる。ガレアッツォ・アレッシは、ペルージャ出身のイタリアの建築家で、古代の建築へのこだわりに基づく、際立った様式でヨーロッパ中で知られていた。画家ジョバンニ・バッティスタ・カポラーリの下で、建築図面の描き方を学んだ。長年ジェノバに住み、都市の城壁の修復や通りの配置計画などに関与し、印象的なパラッツォの建設を行った。それらの一部は、今では世界遺産に含まれている。彼の作品は、フェラーラ、ボローニャ、ナポリ、ミラノといった都市にもあり、例えばミラノでは、サンタマリア・プレッソ山、チェルソ教会のファサードを設計している。ビニョーラと共同で、アッシジのサンタマリア・デッリ・アンジェリ教会を設計している。これは、当時7番目の大きさの教会だった。イタリア国外でも、フランスやドイツやフランドルで、教会や宮殿を設計した。スペインのエル・エスコリアル修道院のための設計も行ったが、高齢で健康に不安があったため建設には関わらなかった。ジェノバのシベリア門ミラノのマリーの宮殿。ありがとうございます。